バドミントンスキルアップスクール西間です。今日はですね、いよいよお待たせしました。動画撮りたかったんですけど、なかなか撮れなくてですね、3段階のロビング、いよいよ最終章というよりかは、まだまだ続きはあるんですが、タイプ C の、ね、説明をしていきたいなと思います。で、なんでこれだけ、次の動画をアップするのが、遅くしたかっていう話なんですけど、タイプ A もタイプ B も皆さん必要なことなんですね。で、タイプ B の跳ね上げができている人も、ほとんどの人がそのタイプ B のロビングでしっかりコントロールできているわけではないんですね。で、タイプ A でできている人はロビングがしっかり飛ばなかったりとか、まだ当たり損ないがあると思うんです。それは、その、ね、動画でも説明したように、ラケットとシャトルが大きく離れてしまうとヒッティングする技術っていうのが難しくなってくるので、その辺をね、しっかり練習してほしいなということで、Facebook とかでですね、こう何回も何回も繰り返し練習してくださいねっていう話をしてたのがそこです。で、私はタイプ A だからタイプ B だからっていうのは最初の触りの話であって、どちらもできるようになってもらわないと、きちんとコントロールして高く遠くに再度コントロールして打つっていうことにはつながっていきにくいと思うので、どっちもね練習してもらえたらなと思います。で、今日タイプ C の説明に行く前にですね、体の使い方というか力の入れ方の説明をします。で、もう一回今一度タイプ A のロビングの、動画であったりとか、タイプ B の、ロビングの動画っていうものも一緒に見てもらえると、非常に、あ、そういうことだったんだっていうのもあるかなと思いますので、ぜひ、見返して見てみてください、ね。で、力の入れ方の説明をしていきます。タイプ A はですね、まっすぐ引いてまっすぐ出す、ね、こういう話をしてました、ね。シングルスのサイドラインとダブルスのサイドラインにまっすぐ引いてまっすぐ出して、相手コートの、ね、このラインの間にきちんと入るように、で、打つように、練習を、ね、してたんですが、これで手首が動いてしまう、手首が返ってしまう人とか、フォロースルーがまっすぐ行ってるけどこっちになってる人は、同じことやっても中に球が入ってしまいます。これがダメというわけではないんですが、今はコントロールをするためにまっすぐ引いてまっすぐ出す、もうこれだけです。ですか。そうすると手首って使わないんですね。手首が固定した状態で肘の裏側って言った先輩があっちにいます。肘の裏側ですね、裏側とラケットの面は、同じ方向を向くようにして、ね、手首を使わずこのまままっすぐ引いてまっすぐ打ちます。これがタイプ A です。ちょっとシャトルが取れなくなりました。手首を固定した状態で打つのがタイプ A だと思ってください。シングルスでも球足の長いネットを使うときには、すみません、ね、固定した状態でずっと体で持っていけるようにですね、持っていきます。で、今度はタイプ B ですね。タイプ B のロビングの場合はですね、力を一回抜きます。この状態から抜きます。抜いた状態からもう一回握り込んで上げます。抜いて上げます。抜いて力を入れて上げます。抜いて上げます、ね、これがタイプ B の、力の入れ方です。じゃあタイプ C は何かって言ったら何だと思いますか。10秒ぐらい時間取っちゃうとまた時間が足りなくなるのでここで一時停止を押して考えてください。そして、あ、これかなって思ったらもう一回再生ボタンを押してここからスタートしてください。なぜ編集能力が低いものですいません。僕はゼロです。僕の周りの優しい後輩がもしも編集してくれると、それでも
言葉が入るぐらいだと思います。温かい目で見守ってください。いいですか。で、タイプ C なの勉強するんですが、どちらかというと、シングルスっぽいです。で、タイプ A はリフト使わないように、タイプ B は力を抜いてて入れます。タイプ C は固定した状態から抜いて入れます。固定した状態から抜いて入れます。なんで固定した状態からかっていうと、フレットしているときには固定した状態でネット入れます。だけどこのままだとロビングを打つときにはとか、一回シャトルからラケットを離して打たなきゃいけないんですね。で、タイプ C、もう結果言いますね。きっともう時間もあと3分とか4分ぐらいしかないと思うので、結果言いますね。テイクバックした状態で入ってください。いいですか。手をネットヘアピンずつ、このタイプ A のこの状態、この状態でネットに入るのではなくて、ロビングを打つこの状態です。この状態をネットの位置まで持っていってください。そうするとこの状態でネット打ちますね。この状態からロビングいきます。この状態からネット打ちます。この状態からロビング打ちます。これがタイプ C です。ね、シングルスにおいてもダブルスにおいても、ネット引きつけてね、ハーフとかクロスとか、流す分には、すごく有効的に使えると思います。ガですよ。ガ、多分ここで編集でこうガガガガガって出るかもしれない。ガ、この打ち方をしてロビングが飛ばないとか、コントロールがうまくいかない人は戻ってください。タイプ A、タイプ B の練習に戻ってください。それともう一つ、いつかこれができるようになりたいと思ってる人はこの練習をしてください。で、初めてここに行きます。いいですか。テイクバックした状態でネット構えてロビング打ちます。あとテイクバックした状態ロブ打ちます。テイクバックした状態でロブ打ちます。これがだん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 速度が上がってきて、テイクバックした状態からターン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 、ネットネットも同じからロブロブロブ、この練習に繋がっていくんです。だから練習メニューだけ見ると、ただ単にっていう練習になっちゃってる人も中にはいると思います。僕がいろんなところを見に行った時に、何をわちゃわちゃやってんだろうと思って見ることもあるので。ね、あの一番ここ入った時にテイクバックしてる状態で入ってれば、ネットこうですよね。入んなかったからもう一回いきます。ネットこうですよね。ここからクロスもありますね。ここからクロスもありますね。ここからネットもありますね。よく動画とかで見るこういうフェイントだったり、こういうフェイントだったりね。テイクバックしてなければ、してない状態で入ると、打つ前に必ずラケットとシャトルを離さなきゃいけないので、そこでミスショットが出たりとか、相手に予測されたりします。で、それが必ずしもダメではないです。それは何でかっていうと、テイクバックしない状態から離してもう一回ネットとか、ね、シングルスで言えば、ギンティンっていう選手がね、よくゲーム中にやってます。ロビングを上げるように見せて、グッてネット落としたり。ね、でも、基本ベースではないし、あれだけこうラケットを動かしてもネット浮かずにきちっとショットが打てるっていうのはものすごい練習量と技術が必要だと思います、ね、なのでそこを目指す前にしっかりテイクバックしてネットからロブからロブで、ここのリスト強化をするためにテンポの速い球に対してしっかりで、ロ
ビングが打てるように練習をしていってもらえたらなと思います。大事なのは動画をたくさん見て情報をたくさん得ることではなくて、その動画を一つ一つ取り組んでいって自分が習得していけるかどうかです。それともう一つは自分に必要なことをきちんと選んでくださいね。で、私はこれだから、こうなんだ、ああなんだではなくて、どれも必要なことです。で、僕が指導していく選手の方たち、それじゃダメっていうのは考え方だけです。だから考え方は変えなきゃいけないんです。だけどプレーにおいてはその打ち方を使う場面っていうのが必ずあります。だから今動画を見ていただいている皆さんにも必ずその打ち方を使う場面っていうのがあるんです。その打ち方じゃダメっていうのは入ってなければダメです。で、入ってればその打ち方の方が入るんだったらそれでいいって僕は思ってます。だけど相手にショットを読ませないためにとか、相手をしっかり動かすために、一番ミスをしないためにって考えると、もっといい練習方法がありますよとか、もっとこういう練習に遡って練習に取り組んでくださいっていうのが、バドミントンスキルアップスクールの動画です。なので一回見て、あ、この練習をすればいいんだ、私はタイプ A なんだ、 B なんだ、 C なんだって診断するための動画ではないので、でしっかり、何回も見ていただいて、で練習をしっかり取り組んでいってください。もう一回言ってみますね。タイプ A の練習いいですか。もうジュニアでも社会人もやってください。箱を置いてもらってですね、そこでまっすぐ引いて、まっすぐまっすぐ上出して、そこに入れる。これができないと負けると思っても入れれないですね。まっすぐ引いて、まっすぐ出して、これだけです。この練習をして、例えばシングルスの練習をするんであれば、これをショートサービスラインの少し後ろに置いておいて、で動きをつけて、動きをつけて前に踏み込んで、前に踏み込んでしっかりそこへシャトルを、ね、運べるかどうか、そこへシャトルをしっかり運べるかどうかっていうのが大事になってきます。失敗してるんで成功するまですいません、ノー編集でございますので、まっすぐ引いて、ここにまっすぐ出せるか、ここにまっすぐ出せるか、ここにまっすぐ出せるかですね。それができれば少しずつ離しして、離しちゃダメですね。離していってください。突っ込まれましたね。離していってくださいね。お話、トークじゃない方ですね。トークへ。離していってください。で、飛距離の限界が出てくると思うので、その時にタイプ B に行ってください。でこれストレートができたらクロスも同じようにやってみてください。クロスの打ち方であったり、バックであったり、ドライブ、プッシュ、ドロップ、ヘアピン等々、まだまだいろんな動画上げたいと思います。上げたいと思うんですが、皆さんにたくさん見ていただかないと、ただただ僕が情報提供してますだと、僕もまだ選手として、活躍したいと思っているので、自分の、ね、練習メニューとか練習方法を公開するだけだと、自分が不利になるだけなので、皆さんたくさんの方に見ていただいてコメント等を、いただいてですね、またさらにアップして、僕の動画を見てくださっている方に、プレーの向上であったりとか成果っていうのが、ね、出るようになれば、やってる価値があるかなと思います、ね。もしよければですね、グッドボタン、こっちじゃなくてこっちを押していただいて、チャンネルの方、チャンネル登録していただけると、僕も分かんなかったですが、チャンネル登録すると何がいいのかなと思ったら、チャンネルってとこを押してもらうと自分の動画がボッと出てくるんですね。で見やすくなるのでチャンネル登録してください。いいなと思ったら、周りのね、仲のいいバドミントン友達にこの動画面白いよとかってちょっと言ってもらったりすると、ちょっと僕は嬉しいかなと思います、ね。また、動画語り等々アップしていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。